6人、6人もおるか。よう見てみ、さっきやっつけた3人もおるがな。なんじゃと、術か何かで復活させたとでも言うのか。完全に死んだやつを3人も生き返らせる術やこうあるかいな。ペイ、お前は一体何者。ペイ、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。え、お前は、その顔は、ヤヒコ。なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺にヤヒコの面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ、なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ違いでしょう。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。随分昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあ何じゃ、リネガには本物と偽物があるとでも言うんか。どうした。初めに見たあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には本物はいない。ジュライアちゃん、奴のことはさらに調べ上げねば。小僧、さっきも一撃か。どうやらわしの体はもはや。あんたに残された力がないことは分かっている。さっさと諦めろ。そして痛みと共に散れ。ジュライアちゃんよ、ここは一度引くぞ。いえ、ここで引くわけにはいきません。このままではペインの情報を逃してしまう。国旗を逃したらもうここまで。ペインに近づける者は多分おらんでしょう。しかしやな、ここでできる限りの情報を引き出す。それが木の葉を救うことにもなる。残された力がある限り、わしは可能性に賭けてみたいのです。わかった。そこまで決意を固めておるんなら、わしはもう何も言わん。ありがとうございます。最後の話は済んだ。ならば早々に消えてもらおう。俺は忙しいのにな。狙いは奴の中の一体。それを津波に届けさえすれば。そうすればきっと。行くぞ。今のわしの身はそうはもたん。来るぞ、ジュライアちゃん。それでもやらなければならぬ時がある。わしは決して諦めん。必ず道を開いてみせる。
殿は伊達じゃないぞ。任務開始。頭、アレさん、今しばらくお付き合いを。地雷や恐竜。それでは参りますぞ。何としてもガカの葉に情報をあげん。何を考えてる。ここからがわしの力の見せ所だのよ。あの顔、やつは間違いなくヤヒコだ。ヤヒコの運命だ。一体どんなからくりだ。地雷やちゃん、目の前の敵に集中するんだ。これもまたジリジリ追い込まれるぞ、地雷ちゃん。ここまでの相手だとは。もはやこれまで観念するんだの。とりあえずはここまでか。お二人の命が危なくなったらすぐさま戻ってくだされ。何を言っておる。この戦いには忍びの者の未来がかかった。わしらは最後まで付き合うぞ。母さん、姉さん、ありがとうございます。先生、何を企んでいる。それをお前に言うとでも思っておるのか。すでにボロボロの身でよく粘る。だがこれはどうだ。さて、これで少しは楽になるかの。まあいい。わしの持てる力すべてを注ぎ、やつを。わしの持てる力すべてを注ぎ、やつを。このボロボロの体で何を。あなたに待っているのは敗北だけ。やはり俺の手で始末するしかないようだ。お前が何者か
確かめさせてもらうぞ。任務達成。おっとか。このペインは動く気配がなさそうじゃ。やったの、ジラヤちゃん。しかし、まだペインは残っています。頭に姉さん、お二人はこの死体を持って、綱手の元に向かってくだされ。わしは他のペインを、足止めするとでも言うのか？果たしてそれは叶うかな？ジライア！我らは誰にも止められぬ。バカな！こんなにも早く復活できるかいな。お前たちに俺の体は渡さぬ。ペインが一体返してもらうぞ。カシラ、アレさん、守らねば。せっかくの情報が。だのに意識がもう。わしは真っすぐ自分の言葉を曲げね。ナルト、俺は木陰になるので絶対死なねえからよ。信じ前を進んでいた。自分の言葉を曲げず、そしてどんな時も諦めない。それがお前の人道なら、ナルトよ、わしはお前の師だ。弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら相場は決まった。そうだろう、ナルトよ。なんだこのチャクラ。震えている。死んだ体を己の意志だけで動かしたというのか。カシラ、アレさん、わかった。必ず綱手に渡してやるけんの。やらせん。動けぬわしに恐れを抱いたか。まだまだだの、長門よ。カエルには逃げられたか。終わった。
これで、わしの、地雷や豪傑物語も、しかし、思い返せば、なんと失敗ばかりの物語だったろうか。おまけに、何も残すことができず。まさに無名の物語。形のない、何もない。いや、存外失敗ばかりではないか。渦巻き、ナルト。お前と会えて、お前と共に歩いて、お前と共に笑って、お前と共にいることができて、何よりわしの意志を受け継いでくれて、嬉しい。どうやらわしの物語も捨てたもんじゃなかったようだ。ほどほどに、あっぱれ、あっぱれ。さて、そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの。渦巻きナルト物語。それがいい。まさかこの俺に瞬間的だとはいえ、恐れを抱かせるとは。おかげで最後の一撃が遅れてしまった。さすがは我が師と称えておこう。終わったわね。ああ。これからどうする？マダラからの命令を遂行する。じゃあ。ああ。準備ができ次第、木の葉へ向かい、九尾を捕獲する。